1945年8月6日、広島の地で一発の原子爆弾により、一瞬にして十数万とも言われる尊い命が失われました。一命を取り留めた方々にも、筆舌に尽くしがたい苦難の日々をもたらしました。原子爆弾によってもたらされた人々の苦しみは二度と繰り返されてはなりません。結びに広島かがり火の祭典のご成功と皆様の今後ますますのご健勝とご多幸をお祈りいたします。内閣総理大臣岸田文雄、代読豊島浩二。ありがとうございました。松井広島市長、湯崎広島県知事、岸田内閣総理大臣の平和のメッセージでございました。いたしました。いろいろある中、ただいまトーチが展開いたしました。今ここに恒久平和の祈りをかがり火に託します。それでは中島実行委員長、川岸のいかだのかがり火に火渡しをお願いいたします。ただいま尺八の音色が響いております。公益社団法人日本尺八連盟広島幹部会の皆さんです。曲目は平和の賛歌。